ソヤンガンダムは、大韓民国関温度春戦市東部のソヤンガンに、作られた東アジア最大級のサレキダム。観光水系の洪水調節、水力発電、ソウル、インチョンなど首都圏への生活、工業用水供給を目的とする多目的ダムとして、作られた。1965年の日韓国交正常化後、日本からの経済援助78億円が投下され、戦時下に、 水ゆたかダムを建設に携わった、久保田豊率いる日本公営による建設計画が行われ、歩行性鉄所とともに観光の軌跡を支えた。日本公営は、他にも戦後賠償を使って、南ベトナムのダニムダムなどを建設している。1973年、ソヤンガンダムが完成したことによってできたダム湖。総面積1608ヘクタール、湖の長さは、 直線距離で約6 0トルに及び、春泉市から上流の陽光群、臨暇群に達する。面積と貯水量において、韓国最大のダム湖である。湖は内陸の海とも称される。湖の周囲には、清平寺をはじめとして寺や、名称を葬ぐ、観光遊覧船が運航されている。また、湖とその周辺は、釣りスポットともなっており、 冬の若さぎ釣りが知られる。また、定期旅客船が運航しており、内陸水上交通路として利用されている。ソングチョンガングダム、コリアンナショナルコミッティー、オンラージダムス、2011年8月5日閲覧、ODA 韓国ソヤンガンダム建設事業として3.96億円。ありがとうございます。